どっかで働いてみる。それもありだよね。世の会社がどういう仕組みで回ってんのかないし、ふざけんなよ私だし何もやらせねえ方がマシだわっつって。はい、どうもです。実は坂雪です。今回のお題は従業員を雇うべきか雇わざるべきかっていうお話をしていこうかなと思います。その背景なんだけど、ドラゴン細井先生が冗談でね、嫌いな虎は株元だよって言ってる動画があるのよ。その嫌いな理由が、株元さんはさ、従業員ゼロなわけじゃん。一人法人でフリーランスを使って束ねてるってビジネスモデルだから、従業員雇ってないと。細井さんからしてみたら、従業員雇わずして何が社長だよみたいな。従業員の人生背負って社長だろうがよみたいな、そういう、まあ、プロレスみたいなのがありましたと。それは面白いなって思ってて、最近なんかいろんな社長とかと会ってても、当たり前だけど、年商が100億とか、営業利益がなんか4億とか10億とか言ってる人たちって当然のように社員をたくさん抱えてますと。でもうちらで社員ゼロじゃん。だからここって実は俺らのブレイクスルーポイントなのかなみたいな部分もあって、でも理屈で考えたらそうじゃないよなっていう部分もあって、そこを議論していけたらなっていうふうに思っています。別にいらなくない？大変だよ。そうなのよ。正社員ってことだよね。正社員いらない。世の中の会社なんだな正社員抱えんの。正社員じゃないと取れないんだよ。待遇が良くないとここで働きたくないですってならない。青くんがさ、雇われる側の人間だったらさ、正社員でこっちは福利厚生があって社保もある、こっちはフリーランス同じ給料ですよ、こっちがいいじゃんっていう。じゃあ会社側には正社員で雇うメリットはないのかな。ないんじゃない。離職率ってどうなんだろうね。別に辞めるときは辞めるじゃん。じゃあなんか月額でフリーランス雇った方がよくないって感じだな。そこら辺の人材マネジメントコンサルをさ、年商15億とかさ20億とかの会社にさやったら利益率上げれるよね多分。どうだろうね。もう一回雇っちゃったらもう無理だよ、解雇できないの。正社員ってさ、正社員側はそんなデメリットないじゃん。雇う側からするとさ、解雇できないっていうデメリットあるよね。だから雇っちゃったら最後な感じあるよね。チーム感みたいなの出るよね。でも正社員の方が業務委託で月20万とかで雇いながら全員オフィスに来させるとかの方がベストなの。ダメなんだよ確か。法的にダメなの。オフィスに来させるダメなの。一応ね、偽装請負いって言って、偽装業務委託みたいになって来させちゃダメなの。あくまでオフィス借りてるから来ていいよなの。だから選択権は受注側にあるのね。だから基本的にはダメだね。だからってのもあると思うね。オフィス構えてる大きい会社とかは来させたいから。そう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 。多分ね、偽装請負いの例とか調べたらいっぱい出てくると思うよ。偽装請負いとは、労働者が発注元へ出張して作業を行うことがあるが、その際は指示に従ってるわけじゃないよっていう。一方で理屈の話なんだけど、月額20万で正社員雇いますと、こっちがかかるコストいろいろ社保とか合わせて30万かかってますとするじゃん。彼が利益を50万作ってますと、うちの会社に。会社側からしてみると彼のあられは20万なわけじゃんっていう状態ができたら、人を増やせば増やすほど利益が増えていくわけじゃん。俺らのコピペの概念、売上を作るっていうところのコピペじゃなくて、仕組みだったり人っていう意味でのコピペを増やしていけば会社って大きくなるんじゃねみたいな部分もあるんだけど、どうなんかな。俺らがマネジメント結構放置しがちだから、人を入れたら経費が増えるイメージだけど、人を増やすと利益が増えるような状態になっていれば従業員は増やすべきというか、むしろそこをやんないから俺らは意外と頭打ちというか利益が数億で止まってんじゃねみたいな。でも我らの仕事でコピペで増やせれるようなのって結構難しくない？結果出るまで時間かかるじゃん。ツイッター伸ばしましょうって言っても1年かかったりするから。理屈上さ、俺が10人いたらうちの会社の売上と利益って10倍になるわけじゃん。それをやるべきなのかなみたいな。青くんの能力値の人がいたとしても、雇われ青くんのモチベーションで比較したら何青だと思う？ 0.4 青だとして。 0.4 青もいる、うん、絶対そんな働かないよ、自信ある。特にその業板でやればやるだけもらえるとかじゃなくて、どんだけ働いても月30ですだったら、今の青を1青とした時に何青ぐらいのパフォーマンス出せると思う？0.05 青やそんなもんなんだよ。結局同じ感覚を求めるじゃん。でも違うんだよね。絶対ここには差があって、事業主だったらちゃんと勉強もするしやるんだけど、従業員はやらないっていうのを念頭に置いた方がいいと。じゃあ世の会社はどうなってんだ。じゃあ世の会社は本当にマニュアルを遵守させるっていうことと、マニュアルを守ってるかを数字管理するっていうのを徹底的にやってるだけだよね。だ北原さんとかさ、1日6人髪を切ったら帰れますって状態なわけじゃん。それは切るじゃん。でも美容室の運営をやって売り上げ上げる施策をやってくださいっていうのは無理なわけじゃん。青くんにはなりえないわけよ。俺らのブレイクスルーはこの人材とマネジメントにあるなって思ってんだよね、嗅覚として。それならメルマガとかの方が、 YouTube やってたらさ別にいいわけじゃん、分身になるじゃんっていう。そうなんだけど、そうなんだけどよ。いやそれはでも営業マンがいらない理由であってさ、従業員がいらない理由じゃないじゃん。
授業に何させるの？いや何させるのか全然知らないのよ俺は。分かんない、社会人経験もないから。授業にやらせることとしてあるとしたら利益率は低いことになるわけじゃん基本的に、うん、大体可能なわけだから、うん、数勝負な仕事なわけでしょ、うん、そうなると一旦5人規模とかまでは利益出てもそれから拡大していくときに10人になったらマネージャー1人置かなきゃいけないとかなったらさ、そこで利益率下がって30人になったらマネージャークラス3人置いてそこに事業責任者置いてってなったらさ、また利益率落ちてってなって意外と儲かんないみたいな構図になる気がする。それはそうなのよ、わかるよ、理屈で考えたらそうなの。でも今の利益率を保ったままそれを人によってコピペしていくモデルを作れたら最強じゃないかっていう。それもそうだし、あともう普通感覚的な話、年商100億営業利益15億みたいな会社とうちの会社を比べた時にいろいろ違うけど、パッと見で違うのはやっぱシンプルに人材の数。うちの会社が100億とかになるイメージがつかないから、実は売り上げを作ってそれを人で回すっていう考えじゃなくて、人を入れて人が事業を作るの方が正しい順番なのかもなっていうことも考えてるのよ。経は人を増やさないからスケールしてないっていう。世の会社はスタッフに何を指してるのっていうことを知らないのよ。俺ら二人ともさ正社員経験がないわけじゃん。だから止まってんのかもなって思ってんだよね。止まってるっていうか成長が遅いのよ。どっかで働いてみる。それもありだよね。世の会社がどういう仕組みに回ってんのかっていう。一回北原さんの会社とかでインターンしてみる。確かに激んだよね。今さなんとなく人を入れなきゃいけないなって思ってんだけど、入れたところでやらせる仕事ねえわってなってんだよ。でもそうやって暇な社員が10人いたら新しい事業ができるのかもしれない。それで赤字だったらもう絶望するよと。確かにね、やりきれないし、ふざけんなよ赤字だし何もやらせねえ方がマシだわっつって。やるなら受託系になるんじゃない？でも面白い？それ今の100倍クライアントを抱えて面白くはないよね。それやったら100億売り上げ利益15億が目指せるくない？そうだね、営業はちょっと頑張んなきゃいけないけど、今の感じじゃそこまで受注できないから、営業マン入れてディレクターとか編集者とか全部内製化してファンエイトだよね。それが要は例えばさ、俺がゆっくり実況でさ月20万利益出てるって言ってたじゃん。あれを500チャンネル作るとかできる。だから今まで正社員を雇うってことが完全に思考の外にあったからができねえなって思ってたけど、これでなんか暇な社員が手元に10人いたらやったかもなっていう。リンダ君とかだって社員抱えてるでしょ。抱えてるね。あれは何、どういうことなの？広告代理店やってたから広告の運用をやらせるスタッフじゃない。やっぱ自宅になるよね。正社員でさ、僕の人生スキルハックスを売ることだけですみたいな人が一人いたらさ、もしかしたらスキルハックスの売り上げ増えてるかもしれないじゃん。佐古くんが何もやらないよりは誰か一人が月20万とかで働きながら何かをやってた方がいいっていう。実は活かせるかどうかっていうのは結構こっちの能力に依存するじゃん。どっちが先かもんだよね。人を雇うことによってやる気を出させて自動的にやんなきゃいけない状況を作るのか。俺らもう今までさ散々いろいろ勉強してきたじゃん、売り上げを作るってことに関しては。人を採用してそいつを活かすってことに関しては無知だなって思ったね。そこに鍵があるのかもってちょっと思ってる。最近入れた佐田くんはすごい良いよ。あそこまでモチベ高くやってくれる人っていないよね。すごい、佐田くんマシンだもん。かわいそうになってくれたのに。佐古くんも出社してあげなよって思う。佐古のブレインちょこちょこちゃんと売れてるのすごいよ。ちゃんとだ、売り上げを作れるスタッフを入れるっていうのは大事だけど、売り上げを作れるスタッフは独立するんだよな。だから俺らの発信を見て俺らに来る人を雇っちゃダメだよ、独立するから。根本的にその人材の使い方、人に売り上げを作らせるのかどうかとか、売り上げはこっちが作ってそれを回すのに人を使うのかどうかとか。それ無理じゃない？売り上げ作るところからやってもらわないときつくない？そうだね。売り上げを作るところからマニュアルにしなきゃいけないよね。うちはでも2人いるんだけど、スタッフが売り上げを作るのは俺らね。作った売り上げに対してのサービス提供も俺なんだけど、そのサポートをがっつりやってもらうみたいな。例えばその日程調整とか進捗管理とか、そこら辺をサポートしてもらってるみたいな。でもそれってさ、俺の一人会社をサポートしてるに過ぎない状態になっちゃってて、それをちゃんと一人一人がオーナーシップを持って頑張るみたいな風な体制に変えて、人を増やせば増えるほど利益が増える、売り上げが増えるっていう状態に作っていきたい。そうなってくると、もうもはや出資とかで良くないってなっちゃうね。出資とコンサルティング契約みたいなさ、株 60% 握って役員報酬はいくらか設定してあげてちょっと高めにして、で売却目指そうぜみたいな、4割は上げるよっつってコンサルはするよっていうぐらいの主体性になっちゃうね。結局コアメンバーは 2,3 人でいいって感じ。そこくんともちんともさんとあんま表出てないスタッフが 2,3 人って感じだもんね。今の会社のベストな会なのかもね。それがどうやったら100億いくんだろう。人じゃないのかな。市場100億まだ見えないよね。全然見えない。俺あんまり売上で考えてなくて、利益で考えた時に一般的な利益率ってさ 10% じゃん。利益10億ってのを目指した時に全然見えてこないんだよね。人を増やしてる系の経営者ってさ、もともとなんか夢を成し遂げたいとかで起業してるパターンの方が多い気しない？我らみたいな自由欲しいよねキャラではないよね。そうだね、そんな感じ。結論、多分業務委託でいい。
そんな感じかな。とりあえずね、01で自分で売り上げ立てれるようにならないと、人を入れるのはどうなの、理論の以前の問題なので、社長一人で売り上げが立てれる利益が作れるという状態を目指してもらうのがいいんじゃないかなと思います。そうなるためにはスキル獲得チャンネルの概要欄のメールマガジンを登録していただいて、やっていただけるのがいいんじゃないかなというふうに思います。しっかりねメールアドレスを入力して、その後に届くメールを毎日読んでマーケティング力を高めていただけたら幸いです。はい、そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。